経緯。1968年8月、名古屋市のタウン情報誌奥様ジャーナルが企画した岐阜県にある乗鞍岳の登山観光バスツアー。ツアーは関係者やスタッフも含め合計773名。これが貸切バス15台に分乗していました。車列は岡崎観光自動車の予備添乗員6名を乗せたライトバンを先頭に、1号車から7号車までが岡崎観光自動車のバス6台。また、1号車にはツアーの主催である奥様ジャーナルの社長と、共催の名鉄観光サービス中部支社次長も乗っており、本部車となっていました。8号車と9号車は知多乗り合い自動車のバス。10号車と11号車は東濃鉄道バス。12号車から16号車までの5台が名古屋観光自動車のバスとなっていました。最後列には奥様ジャーナルと名鉄観光サービスの社員がそれぞれ1名ずつ、各バス間の連絡係として乗用車に乗り、車列に続いていました。8月17日、愛知県犬山市の駐車場に集合した車列は午後10時20分、予定より1時間近く遅れてツアーに出発。岐阜県高山市を目指し、国道41号を北上していきました。当時、日本海を北上していた台風7号の影響で、中部地方の天気は不安定な状態になっており、午後8時には岐阜地方気象台が周辺地域に雷雨注意報を発表。さらに、一行が出発した10分後の午後10時30分には、大雨警報と洪水注意報も発表されました。当時は携帯電話などの連絡手段は存在せず、移動中に気象情報をつかむ手段はラジオしかありませんでした。しかし、本部車である1号車は夜遅い時間であったため、ラジオを切ったまま走行していました。午後10時40分、一行が美濃加茂市の町を過ぎたあたりで雨が降り始めました。山間部の下麻生に至る頃には、雨は集中豪雨へと変わり、ワイパーは効かず、道路も冠水していたため、低速走行せざるを得ませんでした。午後11時19分に白川町の飛仙橋を渡る頃には雨も普通になり、同じ方向へ向かう他社のバスも見られたため、その時点ではまだ異常事態であるとは考えられていませんでした。午後11時33分、ほぼ予定通り最初の休憩地であるモーテル飛騨に到着。駐車場はすでに満車で、道路まで車が溢れていたため、一行は路上に停車。周辺のドライバーによると、この先にある坂東橋付近で大規模な土砂崩れがあり、通行不能であるとの情報を得ました。そこで一行を先導していたライトバンが現場へ向かってみると、確かに土砂崩れが起こっており、国道の両側車線は完全に塞がれていました。報告を受けた主催者2名は協議を行い、ツアーを中断し、1週間後に延期させることを決定しました。同時に、名古屋市内からまだ80キロ弱の地点であったことから、乗客を無理に車中泊させることなく家に帰すという結論が出されました。ここまでの道路状況に特段の異常もなく、また国道であるという安心感もあり、主催者たちは元の道を戻ることに何の不安も感じていませんでした。日付が変わり、8月18日午前0時5分。ツアー一行はモーテル飛騨を出発しましたが、この時5号車の後ろに14号車が入り、その後ろに6号車以降が続きました。5キロほど南へ進んだ七曲がりモーテルの前で14号車が休憩のため停車。6号車と7号車は14号車を追い抜いて先行。8号車以降の8台は14号車に合わせて停車したため、以降岡崎観光自動車のバス6台による第1グループと、その他の4車9台からなる第2グループに分かれました。午前0時17分、先行した第1グループのバス6台は国鉄高山本線白川口駅前を通過。1分後には飛仙橋を通過しました。この時、駅前には他社の観光バスや乗用車が多数停車していましたが、道路状況に異常が見られず、誰からも止められることがなかったため、第1グループは南進を続けました。一方、やや遅れて走行していた第2グループは国鉄高山本線第一飛騨川橋梁付近を通過した際、先頭の14号車以外の8台が土砂の流出に遭遇。これを避けて通行しました。午前0時20分、先頭の14号車が白川口駅前に差し掛かった時、
運転手は駅前に止まっていた複数の観光バスの中に同じ名古屋観光自動車のバスを見つけたため停車。駅前に止まっていた同僚の運転手や南からやってくる車の情報により、ここから南の翡翠峡区間ではところどころで土砂崩れも発生しており、通行困難であることを把握しました。第二グループの運転手たちは協議の末、このまま白川口駅前で道路の復旧を待つことにしました。この判断が第一グループと第二グループの運命を分けることになったのです。2. 相次ぐ土砂崩れ。第二グループが白川口駅に差し掛かった午前0時20分頃、第一グループは神谷荘ダムのやや上流で小規模な土砂崩れに遭遇しました。土砂は山側の車線を完全に塞いでいましたが、川側の車線には人の頭ほどの石が十数個転がっていた程度であったため、バスの運転手や添乗員たちが人力でこれを撤去。雨でずぶ濡れになりながら15分ほどの作業で運行を再開することができました。この時、南側からも他社の観光バスや乗用車が向かってきていたため、この時点でも第一グループは危険を感じることはありませんでした。しかし、最初の土砂崩れから1キロほど南へ進んだところで、今度は大規模な土砂崩れに遭遇。土砂は低い川側の車線でも高さ50センチ程度はあり、道路を約2メートルにわたって塞いでいたため、先ほどのような手作業で撤去するのは困難でした。この土砂崩れにより第一グループのバス6台を含めた30台ほどの車が立ち往生してしまいます。土砂崩れの危険を避けるため、これらの車は山と反対側の川側車線に車を止めました。午前1時ごろ、白川町の消防団員が現場へ駆けつけ、駅の方に退避することを勧告してきたため、第一グループもこれに従って移動を開始します。先頭の1号車は何を思ったのか、前方に止まっていた木材運搬の大型トラックを左側から追い越そうとしたところ、前方に土砂が堆積していたため行き場を失い、その後ろに2号車、3号車もついてきたため身動きが取れなくなってしまいました。仕方なく3号車から順に3台のバスは交代を始め、右側車線のまま止まっていた最後尾の7号車の後ろに並び直したため、第1グループは南から順に5、6、7、3、2、1号車という並びに変わりました。豪雨が降り続く中、乗務員らは分担して斜面の様子を警戒したり、他のバスに移動して協議するなどしていましたが、その間にも山の斜面からはパラパラと細かい土砂や小石などが落ちてきていました。この時、先頭の5号車6号車の横だけが沢になっていたため、石などが落ちてくることはなく、他のバスの乗客たちはこの2台の停止した位置を羨ましがっていました。3. 事故発生。車列が動けなくなってから約1時間半後の8月18日午前2時11分、5号車6号車の止まっていた沢の上部で大規模な土砂崩れが発生。ダンプカー1000台分とも言われる量の岩石と土砂が秒速10メートルの速さで沢の斜面を駆け下り、車列に襲いかかりました。7号車はなんとかガードレールに引っかかったものの、直撃を受けた5号車と6号車は107人の乗員乗客を乗せたまま増水した日田川へ転落しました。普段の日田川は道路から50メートルも下を細い流路で流れていますが、この時は豪雨で増水し、道路からの高さは15メートルほどになっていました。この時、今後の行動を協議するため3号車の運転手は5号車へ、6号車の運転手は7号車へ、それぞれ乗り込んでいました。5号車の転落に巻き込まれたことで3号車は運転手を失い、6号車の運転手は7号車から自分のバスが川に落ちていくのを見ているしかありませんでした。なお、転落の際、5号車の運転手、5号車の添乗員、6号車の乗客、計3名が割れた窓ガラスから外に投げ出され、運よく木の枝などに捕まって崖の上に戻ることができました。こうして転落した5号車と6号車の運転手は助かりましたが、自分の担当ではない5号車に乗り込んでいた3号車の運転手は乗客とともに濁流となった日田川に飲み込まれていきました。事故直後、残された乗員たちは安全を確保するため乗客たちをバスの外へ誘導。このうち乗務員4人が救助を求めるため現場の少し上流にある
神谷荘ダムの見張り所へ向かいました。神谷荘ダムでは事故現場で焚かれていた発煙筒の光を見て異常事態を察知し、岐阜県警の白川派出所に事故の第一報を入れました。しかし白川町方面からは土砂崩れや冠水の影響で事故現場に向かうことはできませんでした。神谷荘ダムへ到着した4人から要請を受け、ダム職員はすぐに無線で本部である神谷荘発電所へ連絡。神谷荘発電所から岐阜県警本部へ事故の通報が入りました。4. 救助活動。事故翌日8月19日午前10時半ごろ、事故現場から約300メートル下流でひっくり返り車体がくの字に曲がった5号車が発見されました。この周辺では3名の子供の遺体が発見され、転落現場周辺からも23名の遺体が収容されましたが、依然6号車やその他の乗客の姿は発見されていませんでした。そこで行方不明者家族たちからの要請を受け、陸上自衛隊が作戦を立案。この作戦は日田川の上流に位置する名倉ダムおよび神谷荘ダムの2カ所を連携させ、貯水と放流のタイミングを測ることで事故現場の水位を一時的にゼロにしようというもので、水位ゼロ作戦と名付けられました。8月22日午前8時、水位ゼロ作戦が決行され、狙い通り日田川の水位は大きく低下しました。これにより事故現場から約400メートル下流で川底に半分埋まった状態の6号車が発見されました。しかし6号車発見から30分後、もともと洪水調整機能を持っていなかった神谷荘ダムの貯水能力は限界を迎え、惜しまれる中捜査員全員に退避命令が出されました。翌23日24日にも水位ゼロ作戦は実施され、6号車の車体は引き上げられましたが、屋根も座席もなくなったオープンカーのようになっていました。車内からは子供1名の遺体が回収されましたが、残りの乗客はすべて下流へと流されていました。このため捜索範囲は日田川の下流から遺体の流れ着いた知多半島周辺まで広げられ、数万人規模による2ヶ月もの捜索の結果、最終的に8名を除く遺体もしくは遺体の一部が収容されました。当時はまだ1960年代、 DNA 鑑定などはなく、遺体の身元を取り違えるといったトラブルもありました。5、その後。事故後の裁判では運転手、ツアーを主催した奥様ジャーナルの社長、道路管理者などが遺族によって過失を問われましたが、最終的に状況判断の甘さがあったものの、事故はあくまでも異常気象によるものとして、いずれも刑事責任を問われることはありませんでした。事故から1年後の8月18日、事故の遺族会により5号車が発見された近くの国道脇に慰霊碑である天神白菊の塔が建立されました。毎年命日にはこの場所で慰霊祭が開かれてきましたが、遺族の高齢化を理由に2002年の33回忌を機に遺族会は解散されました。またかねてより雨天時の通行規制や土砂崩れによる通行止めの多かったこの一帯の危険性を解消するため、平成30年に国道41号神谷荘防災が事業化され、慰霊碑のすぐ近くにも橋が建設されることになりました。橋の建設後は道路が切り替えられ、慰霊碑へは行けなくなってしまいます。このため白川町は慰霊碑の移転を決定。2022年5月に移転作業が開始されましたが、慰霊碑の基礎部分が深くて掘り起こせないため、塔の先端部分だけが移転されることになりました。現在慰霊碑は白川町の道の駅美濃白川の構内に設置されています。